2013年ではトップチーム、あの J2 にいた時にレギュラーとして活躍、シュート打ってきた、決まった、ゴール、藤枝先制、背番号20番の柿木のミドルシュート、左足。手元の時計では前半の12分、ミドルシュート決まりました、藤枝舞 FC。 ミドルシュート決まって先制点はこの藤枝。さあ2連勝に向けてこのシーンです。ボールを持ってこぼれたところ、左足を振り抜きました。利き足は右足なんですが、左足を振り抜きました、この柿木。2試合ぶりのスタメン出場に応えました。